ございました。実はこの曲もう20年ほど前の北島三郎さんの歌です。で、私はのど自慢時代、実はこの歌が好きなんですよというふうに申し上げたら、まあ吉川さんには高い声だから合うかもしれんなとおっしゃってくださってました。で、その頃北島さんまだ50代だったんですが、まあ50を過ぎるとあんまり過ぎた惚れた腫れたは嫌だよなんていうことで、その後山とか川とか年輪というふうな、まあ、人生の歌に彼は変化を遂げていったわけですが、私はまあ未だに当時を思い起こしながらこの歌を時々歌わせていただいています。で、この曲の作曲は原譲二さん、つまり北島三郎さんですが、詩が木下雄太郎さんという、まあ、あの水森かおりさんのいろんなあのご当地ソングをお書きの方ですが、私は、まあ、あんまりその学校のことを申し上げるのは、失礼、承知でありますが、まあ、早稲田関係なんで、早稲田関係の演歌の方々の集いがありまして、会長が鈴木純仙、そして副会長が井出白さん、そしてその中の有力なメンバー木下龍太郎先生でしたが、数年前ご他界をされました。ですから、まあ、今歌わせていただきながら、やっぱり木下先生今日はこのステージで歌わせていただいていますよ、そんな思いでございました。昨日私は一日栃木で、仕事がありまして司会をさせていただき、夜汽車に乗って帰ってまいりました。あ、夜汽車ってのはこんなものだな、わびしいものだなと思いながら帰らせていただきましたが、でも歌の中の容疑者って、ね、やっぱり北に向かう、あるいは西の方、あるいは、北陸の方に向かう、山陰の方に向かう、これが容疑者なのかな、まあ、そんなことも実感させていただきました。2曲目は、まあ、皆さん方は島津亜矢さんの歌でご存知かと思いますが、もともとは、熊本県のバッテン荒川というおばあちゃん役の喜劇役者が包帯だったんです。で、私はなぜかこの歌、もちろん島津さんの歌で、弾かれたんですが、その後バッテン荒川さんの、荒川バッテンさんの歌を聴かせていただくと、なるほど、この歌はこんな風に歌うんだ、いい歌だな、しかしなかなかこういうステージで歌わせていただくこともなかったので、まあ、今日歌わせていただくことになりました。編曲の山田年秀先生という方がおられます。とんぼり人形、天童さんのために作った山田先生が編曲をしてくださいまして、ある時そんな話をしたら、あの歌なかなか難しいんですが、バッテン荒川さんうまく歌ってましたね、なんてことをおっしゃってました。果たしてうまく歌えるかどうか分かりませんが、入らんじゃよか。健康二人で天下橋
時帰ってきたりちょこちょこ電話ばかけてくるとは嬉しいかよ。それにしたがって近頃優しくなったね。なんか弱気になっとっとじゃなかつかい。田舎があるけんダメなら戻るけん逃げ道に一つだけなんて悲しいかと。親のためとか年のせいとかそりゃんこつは悲しいかよ。今こそ後悔しとくとやばかつうかい。心配せんでよか心配せんでよか。おうちゃんたちゃ二人でなんとか暮らしていけんけん帰らんちゃよ帰らんちゃよ。心配せんでよか心配せんでよか。親のためにお前の生き方変えてよか。どうせ俺たちゃ秋に行くとやけんお前は思う出たんでしょう。娘さんへの、まあ、熱い思いのメッセージですが、私の場合 NHK に入りまして最初に帯広そして、尾道福山とか参りました。ですから、まあこの歌と違って私の方がいわばこう地方に出ていくんですが、でも親父おふくろやっぱり同じことを思いながらこの大和で渋谷村で渋谷町で待っててくれたのかな、なんかそんなことも思い起こしながら歌わせていただきました。